今回は、ニートスレを見ていると安心するという、ニートの一致の話を紹介するよ。ニートY24歳。ニートスレを見てると安心する。Y だけか、なんかすごく安心するんだよな。わかる。Y だけじゃないにゃってなるよな。普通に生活しててニートってあんまり出会わないやろ。Y だけニートなのか、Y だけ落ちこぼれなのかって思う時があるんを、そういう時はジェイミンのニートを見ると安心するやで。でも実際はニートじゃないやつが書いてたりもするだろ。Y も実は。マジか、そういうの聞くとガチでへこむんやが。ていうか今朝も実況スレ立ててんじゃねえか。今日4本目のスレで草。暇なんだよ。お前らだってそうだろ。ニートしてるとやることないしさ。結構長時間、スレに張り付いてるんを。これだから脱ニートできないんだよな。それ。そういうワイも今日は朝からずっとスレにおるで。ニートスレをニートが見て安心ってどういうこと？ワイ無能会社員。自分より下がいることを確認して安心する。ニート以外がニートスレ見て安心するのはわかる。ニートがニートを見て安心はハテナやな。やっぱり同じ境遇の奴がおった方が安心感がないか？それにワイはまだ24歳やから、40歳以上のニートとか見てると、謎の安心感があるわ。精神安定剤みたいなもんや。そんなこと言ってるとあっという間に老けていくで。30超えると40なんてあっという間だよな。ニートも種類がおるから、年上のニートを見てても安心できんで。親の収入とかにもよるよな。そこまで細かいことは気にしてないんだよな。とにかくニート率が高いことに安心する。ワイヤ一人やないんやって思うのはやっぱり大事やろ。こういうことになるから、ネット繋げてると脱ニートできんのよ。確かにな。ネットがないと自分だけがニートな気がして、焦る可能性はある。ニートがニート見て安心は草。ワイは就活生やけど、ニートを見ると頑張らなきゃなって思う。就活失敗してニートになるやつ多いよな。就活失敗だけやないで。就職後に会社が合わずに辞めていくやつも多いからな。結局は自分より下のやつを見て安心してるってことだよな。で、こん中にはどれだけニートがおるんや？平日の昼間にニート以外がいるとでも？大学生もおるで。まあ社会人はほとんどおらんやろうな。こんなスレを見るのもニートくらいやろ。社会人の Y が精神安定剤にしとるで。実はニートスレ結構すこ。わかる。見つけるとなんとなく見ちゃうんだよな。ニートってなんで生きてるの？はよまるねよ。まあうまる子製造機やからな。ニートを見下してるやつも同類やろ。こんな時間に見に来てさ。窓際なんやろうな。結局、ここにいる奴らは全員暇人。それは間違いないな。お、ちょっとよそ見してる間にちょこちょこ伸びてるな。すぐ落ちるかと思ったわ。やっぱりニートは結構おるんやな。親はさっさとニートをやめろって言うし、周りにニートなんかおらんって言うけど、やっぱりワイだけやないんや。って必死に言い聞かせてるのって虚しくならない？でもたまにテレビでもニートの末路が取り上げられるよな。60、80問題とか見てると悲しくなる。一気も親に丸されたり、年金生活に突入する前に、脱ニートするんやで。実際やっぱり30を超えると、ハードモードになって40超えるとヤバいのか？ニートスレでよく見るけど実感がないんや。悪いこと言わんから、20代のうちにニートをやめておいた方がいい。一気も親に丸されたり、年金生活に突入する前に脱ニートするんやで。あんなの都市伝説やろ。親がマルスとか犯罪だし、自分の子供にさすがにそんなことする親はいないよ。それがいるんだよな。一致は自分がニート側だからわからないだけや。親としては一生懸命に育てた子が、年寄りまでニートだったら絶望するやろ。自分が丸ぬ前に、って思う親の気持ちもわからないでもないよな。そこまで思い詰めさせるニートが悪い。つまり一致が悪い。さすがにワイの親はそれはないと思うけどな。それにまだ定年までだいぶ時間があるし。って思ってると、あっという間に親の60なんて来るんだよ。それな。どれだけの高齢ニートが過去のことを食えたか。結局ニートたちって、過去の事例から学ぼうとしないよな。自分だけは大丈夫だって思ってるんだろうか。そうだろ、だから一致も含めてジェイミンは慣れ合ってんだよ。でもぶっちゃけ、偽物のニートも結構おるよな。一致みたいなのを油断させて、堕落させるための存在だろ。そんなんおるんか？怖すぎやろ。まあ一致がニートスレ見て安心するってのなら、そのまま40、60と進めばええで。Y には関係ないことや。一致が不幸になった方が飯がうまいしな。なんだよ、お前ら味方じゃないのかよ。チラッと覗いたらニート同士で喧嘩してて草。ここまで Y の自演。ニートがニートを見て安心するってどういうことだよ。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。引きニートやけど焦ってきた。なんもやることない。ものづくりでもしてメルカリやな。スマホも持ってへん。というか何もできへん。なんちゃい？21ちゃい。スマホなくてもメルカリはできるやろ。アプリとかじゃないんか？ヤフオクみたいなもんか？アプリ版もあるし、普通にネットでもできたやろ。確か。知らんかった。職業訓練。全然若い。今年でもう22歳やで。
酒も飲んだことないのに。ワイと同い年やん。酒は飲もうよ、何でもいいから。保険の需要でアルコールに弱いって。まあ酒は無理やな、金もないし。まあ体質的に無理ならしゃあないな。職業訓練校行きながらお金もらえばええんやない？お金もらえるんや。後で調べてみる。どうなりたいかとかによるんやないか。働きたいとか思っとるんか。まあ何もやらないよりはね。人生何して生きていけばええんやろか。今朝も偏頭痛でゲロ吐いたしな。なんなん働け。一口に働け言われても無理やって。筋トレしたらええで。力仕事が苦じゃなくなるし、喋らんでもええ。喋らなくて声が出えへんのやけどな。筋トレは最近始めたで。今日で2日サボってるけど、筋肉痛からの偏頭痛で体調崩してたし、しゃあないよな。今日お菓子は買いに行ったけど。深夜徘徊しようや。薬飲んでるから最近昼間行動やねん。21歳かよ。35歳超えてから焦れ。21歳なら余裕。21歳からしたら、21歳の怖さがあるんや。喋らん仕事見つけるしかないんやないか。大体職人系やろうけど。そんな仕事あったら Y じゃなくても、他のやつがやってそう。喋らんとなんか話し方忘れるのはわかる。きつったりするしな。カラオケとか声出すことしてみるのはええと思うのやがどうや。金ないから無理か。声でえへんでカラオケて。喋らなくていい気配りとかでもしたら。どうせニートなんやろ。デッサンのモデルか知見するしか。あと働け言うけど、具体的に何をしたらいいの？ Y は PC の前からどこに行けばいいの？ハロは行け。イライラしてきた。なんで Y はこうなったんや？わかるで。Y も好きニートやけど、何もかも無気力やし。ありがとう。ほんま、ニートの何が悪いねん。まだまだ若いやん。焦るのはいいことやが、早まるのは良くないで。じっくり行こうや。早まらんとじっくり何をしたらええんや。デイケアとかいうの行ってみようかな。でも6時間供養にさらされるのは。寝ればええやん。考えても正直、何も変わらんやろ。まあな。ここで何言ってもほんまに何も変わらんからな。寝る前に目が覚めたら、タイムリープとか異世界転生しないかな、とか思うよな。そして目が覚めた時に、見慣れた天井が現実を思い知らしめてくる。すごいわかるわ。あと幽体離脱とかもしてみたい。っていうか寝れへんからすれ立てたんやけどな。あと明晰夢とか、非現実に移り変わりたい。でもそれに挑戦するのすらめんどくさいという。よくご存知で。一回だけ魂抜けたっぽいことあったけどな。受験したらどう？勉強。ちょっと考える。100% やらんやろうけど。案外勉強って楽しいよ。大学って何歳から行っても馴染めるから。F ランでもいいから行ってみな。でもお金かかるやん。今も変わらんけど。読書は？ここに原発の求人があるじゃろ？っていうか高校も出てないんやけどな。首都状況が似通いすぎてて怖い。ニートってみんなこんなんなのか？ Y はお前で、お前は Y やで。大丈夫やで。Y 引きこもりの強制施設にいたけど、30歳中卒と書いたし今から動けばなんとかなるで。デイケアみたいなもんなん？日帰りやなくて刑務所みたいなところや。最高齢やと50歳のおっさんと書いたわ。その人と比べるとイッチはまだまだ間に合う。稀勢の里定期。心療内科通え。精神科？メンタルクリニック通い始めたばっかですよ。手帳欲しい。おっそうか。悪環境でこじらせたんじゃなきゃ、大抵は発達障害を患ってるもんやからな。手足ないのと同じなのを頭に入れて、頭の悪いアドバイスは一周しような。Y 一応糖質って言われて薬ももらってるけど、やっぱ発達障害もありそうなんよな。幼い頃に ADHD 疑惑あったらしいし。っていうか没収されるスマホも金もなかった。Y も牢獄に入れられる前に、勇気とやる気出さなあかんな。お互い頑張ろうや。無理して働かなくても飯食える方法を考えるのが一番やぞ。生ポ安定やね。生ポなんか親いたらもらえないじゃん。自立したらいけるやん。無理やろうけど。自立してても親や親戚に連絡行くぞ。まあ役所に生活保護認めてくれるまで、役所の目の前で寝てますって言って。本当に寝てたらもらえるかもしれない。捕まるかもしれんが。親が援助しないって言ったらいけるんちゃうかったっけ。 Y 元生ポ当時は貧乏すぎて何もできなかったと言っておく。そうなんか。何事も甘くはないんやね。あくまで救済措置やから最低限しかもらえないんごねー。地域によっては多少稼いでもいいみたいやけど、 Y のとこは稼いだら保護費引かれてダメだったで。って言ってもホームレスになる前にはきちんと頼るんやで。バイトと同じくらいはもらえるんちゃうん。働いたことないからわからんけど。うろ覚えだけど Y のとこは、家賃全額、プラス7、8万くらいあったで。通信費と水道光熱費と食費を引くとよくて数万残るが、暑いからってちょっとエアコン使いすぎると、そこがすぐに見えてくるんを。一応働いた方がええんやね。希望がまた消えていくんを。とりあえず若いから、まだ焦ったりがっかりしたりすることはないで。
きちんと薬飲んで治療して安定してけばまた希望が見えてくる。ワイはストラテラって薬飲んでるけど、きちんと飲み続けてたら本がきちんと読めるようになったんを。ワイは薬飲み始めたら妄想が難しくなったわ。聞いてる証拠なんやろうけど、楽しみが減る。ちえ、そんな聞くもんか。唇カッサカサですよ。あと最初は眠気もやばい。ワイニートやが物欲と旅行欲で借金まみれや。働こうにもどこも落ちるんをねえ。もう人生どこで間違えたのかわからない。生まれたくて生まれたんちゃうんや。精神病も3年治らん、しんどい。ワイもうつ病とそうじゃない時がわかるくらいには病んでるで。どうにもならんごねえ。最近はいらないもの売って中古ゲーム買って遊んだり、アニメサイトに登録してアニメ一気見してるからいいけど、趣味すら飽きたらどうなるんやろ。丸ぬんかな。何もせずとも時間は流れていくもんやで。強いて言うならアニメゲームが仕事に変わり、食事風呂が趣味に変わる。 YouTube で稼げ。おいーす。さっきから喉渇くんを。ワイも一回ニートネタにしてネット活動やろうとしたけど、 SNS にすら馴染めなくなってやめた。 SNS で昔の友達と連絡取りたいな。やっぱりにちゃんがナンバーワン。親に信用ない方飲んでみるか。薬もらってくるだけやで。ワイいかんでもええやんって時がほとんどやし、話す時も筆談やしな。最近どうやから、そうか薬飲んでまたな、の繰り返しやし。生活にどれだけ金がかかってるかわかってる？それがわかれば最低どれだけ稼げばいいかわかる。いつでもいいから起きたらすぐに日光浴びような。あとは少しは運動しよう。引きニートはまず活力をつけることが大切なんや。起きたら遮光カーテン開けて筋トレすることにするわ。筋トレは何度やっても3日坊主になるからな。ジムは金かかるから行きにくいし。20回くらいでいいから頑張るんやで。ワイも明日からまた頑張るから。ありがとな。お互い少しずつ行こうや。できれば散歩も行くんやで。そろそろ暖かくなってるからな。ワイニート就寝。お休みやで。自分が足りしてる暇あるなら職探せかす。どうせ仕事しない理由を探してるだけだろ。20歳超えてそれとかマジで積んでるぞ。正論。でもそれができない人種もいるんよな。甘えやで。病気でも何かはしてないとそれは怠慢でしかない。そうやっていつまで逃げ続けるんや。この手の連中は基本、家から追い出されるか、親が働けなくなるかしないと何も変わらない。ほんじゃワイは腹減ったしすき家にでも行ってくるわ。いろいろ頑張ろうで。バイバイ。ワイもちょい眠い。どうや？日が焦っても自分の能力のなさを痛感する気持ちは？てか、スマホ持っていないってマジ？マジやで。絶望的やね。せやな。自分で買って契約しろ。でも別にいらんわ。スマホあってもやることないし。ワイもニートやが人生諦めたわ。なんでこいつら絆目合ってんだろ。そうでもしないと生きていけないんだろ。察し。でもニートスレでお前らと戯れてるとなんとなく安心するんだよな。だよな、わかるわ。下には下がいるって思って安心してんじゃねえぞ。別にそういうわけじゃないけどさ。ワイ、大学生。ニートスレを見ると勉強する意欲が湧いてくる。お前らは反面教師やで。やっぱりニートスレって割と周りの役に立ってんのか。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ニートやけど時間がもったいない気がしてきた。誰か話そうや。話題を提供してくれるなら。お仕事は何をされてるの？大学生、就業。ワイは専門卒ニートやぞ。すまんのか？なんでその専門分野の仕事せんの？月25万くらいしかもらえないのに、毎日9時間会社に拘束されるんやぞ。やってられるかよ。学校入る前に就職してからの給料とか調べんかったんか？どこもかしこも初任給なんて似たようなもんやろ。引かれたら15万くらいしか残らないやろ。働けばええやん。最近それもいいかなって思ってきたけど、働くなら1日5時間以内がいいんを。週5とか結構入れるなら受かると思うで。週5でもええけど一生それじゃ生きていけないし、どこかで正社員なるかして、労働時間増やさなきゃいけなくなるから、それが嫌なんや。ほならなんか自営でもなるとか、手は打たなあかんわな。起用するにも金も信用もないんをねえ。小さなことでええんやで。知り合いの人はミンネとかで手芸品とか売って小遣い稼いでるし、YouTuber でも構わんねん。某 YouTuber によれば、チャンネル登録1万で月9万くらい儲かってるって言ってた。とりあえず20万くらい稼いでニートして、金なくなったらまた20万くらい稼いで送り返しとるけど、つまらないんを。自己紹介しろ。ここで話すのも時間の無駄やぞ。1時間ほど付き合えや。飯食ったばっかだからジム行くにも行けないんやで。お前らはなんで恩師おるんや？ワイニートだけど働いてるよ。これもうわかんねえな。毎日オンジェして牛丼食ってジム行くだけやと暇やな。なんかさ、ワイがじいさんになっても年金なんてもらえんのに、年金払わせるとか大事だよな。今のじじいがどうなろうが、ワイの知ったことか。将来どうなるかわからんし、年寄りがどうでもええのはわかるが、筒がなく生きるためには払うんやで。
せやから、棺桶に片足突っ込んでるじいさんになんでわいが金渡さなきゃならんのや、払わんかったら差し押さえやし、頭おかしいんとちゃうか？この国は社用やし、わいも生ポ欲しいんごねえ。上納金やからな。社会に迷惑かけん限り別にええやろ。親にずっと頼って生きていこう。そろそろ自立しなきゃいけないんごねえ。丸沼での暇長いんを、わいと勉強しようぜ。何の勉強するんや？なんか好きな勉強。わいは夏に国家試験受けるからそろそろ本気出すで。何の国試受けるん？司法書士、やで。あんまり受からんようなら、行政書士も並行して受けて理覚はしとくんやで。ソースはわい。行書は取ったで。去年総合落ちやったから今年こそ決めたい。ええなぁ、頑張るんやで。わいはもう心折れたわ。難しすぎる。気持ちはわかるから一緒に頑張ろうとは軽々しく言えんけど、続けや少しずつ合格も見えてくるはずやで。焦っても良いことないし、明日から考えようや。せやね、明日から考えるか。とりあえず今は暇だから話そうや。泊まるようすれば？なんやそれ？泊まる場で鶏とか豚を殺すバイト。長くは続かなそうやな。そもそもなんで仕事辞めたんや？最初の会社で月に25時間ほど詐欺残させられて、Y が残業代請求したら上司に、自主的に残ってる扱いやから残業代出さない、って言われたんや。それで Y は金稼ぎに来てるのに、金にならないことさせるんかってブチ切れたら、残業代はもらえたけど仕事を失ったんを。それ以来、貯金尽きたら働いてまとまった金作ってニートして、金なくなったらまとまった金作ってニートして送り返してるんを。でも一日働かない分の時間があっても、何もしないんやろ？だったら1円でも稼いだ方が有意義やん。ジム行ったり温泉行ったり公園で運動したり、ドライブしたり温泉したりしとるで。まあ健康維持は大事やけどね。ジムと運動はだせえや。その分ガツガツ食うからクソデブやで。意味ないやん。せやから、体動かして汗流さなきゃ落ち着かないから、やっとるだけやで。大学行くか何か趣味を作るか。今はお風呂が趣味や。大体仕事なんて金のためにやりたくないことをいやいややるもんやのに、会社に奉仕とか飯奉公とか、頭おかしいんとちゃうか？金あったら誰が好き好んで仕事なんかするかよ、まるね。金あるんか、羨ましい。実家住みやし毎月5万あれば余裕やから、20万あれば4ヶ月は暮らせる。わいと全く同じやな。ちな22歳高卒ニート、暇すぎてつまらんからそろそろなんかやるかも。コンビニ夜勤、機関工、福島の除染作業のどれかで迷ってるわ。除染って、中抜き&中抜きで金にならんのやろ？日給2万5千円くらいの求人あったんやけど、実際はもろもろ引かれるんかな？除染作業経験した人のブログとか見てると、求人通りの場合が多いみたいやねん。最近の小学生は偉いな。わいよりよっぽど大人やわ。今思い出してもあのおっさんムカつくんごねえ。辞めるときにしばき回せばよかったわ。こう言っちゃなんやけど、一致の理想の職に就くなら専門卒じゃ厳しいんやないかな？なんか資格でも取ったらどうなんや？大卒やないと厳しいか？勉強は嫌いなん。そうでもないで。金の問題もあるけど、一致の歳ならまだ大学も行けるんちゃうか？大学行きたいんやけど、予備校その他の金も自分で作らなきゃならんから、機関校満了してからじゃなきゃ厳しいんを。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。